どうも皆さん、こんにちは。はるにゃんでございます。今回はですね、じゃじゃん。はい。こちらのメイベリンのピュアミネラル BB フレッシュクッションをレビューしていきたいと思います。このクッションファンデはですね、時短ができて、簡単にベースメイクが完了するよっていうことでですね、その便利アイテムとして、今すごく話題になっていると思います。で、私もやっぱりいろんな、コスメのね、メーカーさんから、出ているのを見かけます。で、私自身はですね、クッションファンデっていうのは、前にエチュードハウスの、クッションファンデを、使ったことがあるんですけれども、そんなに、しっかり使ったことがなかったので、今回は、はい、こちらのメイベリンのね、クッションファンデが出たということで、こちらの方を試してみたいと思います。ちょっと楽しみですね。はい。それでは、中を開けていきたいと思います。この外側のコンパクトは結構厚くできていますね。はい。で、開けてみるとこんな感じで。はい。ミラーがついていますね。で、こうやってスポンジがついていて、蓋がこう開けるようになっています。で、これがですね、ちょっと粗めのスポンジなんですけれども、その中に、たっぷりと、ファンデーションがですね、染み込んでるってことで、ちょっと指に。はい、ちょっとこうヒヤッとしてますね。ああ、それで結構なんていうのかな、なんかこうジュワッとしてますね。なんかこうなんていうのかな、なんかおでんの厚揚げみたいな感じのこうジュワッと感があります。どういう例えだよみたいな。はい、そんな感じで。しっかりこうはいファンデがつきますね。でちょっと手の甲に取ってみます。はい。で、今回私が使ってる色が、02番のミディアムベージュという、ちょっと濃いめの肌色になりますね。ちょっと01番だと私ね、ちょっと明るすぎちゃったので、あと動画も撮るってことなので、ちょっと白すぎてもあれなので、ちょっと暗めなものを少し選びました。で、なんかこう、もうつけた感じ、すごいこう、しっとりとしてて、潤うような感じです。で、こう、しっとりと潤いながら、こう、はい、伸びもなかなかいい感じがしますね。はい、で、馴染みも、良さそうです、はい、で今手の甲につけた時にしっとり潤うような感じがするって言ってたんですけれども、こちらのクッションファンデにはですね、なんと化粧水成分が、60%、入っているんだそうで、つけた後にですね、こうみずみずしいこうツヤ肌に仕上げることができるそうなんです。なので秋冬っていうとね、結構なんかマットなベースメイクに仕上げるっていう方が多いかと思うんですけれども、今これからですね、春夏はやっぱりこうツヤ肌だったりとか、透明感のねあるようなこうベースメイクに仕上げるっていう方がね多いかと思うんですけれども、このクッションファンデは、はい、バッチリぴったり合うかもしれませんね。はい、でこちらのクッションファンデ早速つけていきたいと思うんですけれども、私普段のベースメイクはですねどんなに頑張ってもそうね、15分は見ていただきたいかなっていうぐらい結構しっかり目にするんですけど、あとそうね、こういろいろねこう隠すところがあるから15分ぐらいかかっちゃうかなっていうことなんですけれども、こちらのクッションファンデですね、何分で仕上がるのか、今回ですね携帯の、はい、ストップウォッチ機能を使って、実際に測ってみたいと思います。で、ちなみにですね、私の肌の状態は、洗顔してきて、そのままですので、はい、洗顔後ワンステップということで、はい、どんな感じで潤うのかやっていきたいですね。はい、じゃあ、ちょっとこう、ちょっとシャに構えてこう。それじゃあ、レッツ、スタート！はい、行きます。はい、では、3回ぐらいで、ね、ポン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 って。おお、確かに、なんかこう潤いますね。やっぱりみずみずしい感じがします。結構なんかスポンジツルツルしてるから、これ本当につくのなんて思っていたけれど、ちゃんとつくんだね、すごい。で、おでこも叩いてポンポンポンと軽くやっていきます。鼻の赤みのところにね、目立たなくなるかな。
ということで、完了です。ストップ。お時間の方は、はい。よいしょ。いくな。1分42秒13ですね。はい。1分台で仕上がりましたね。2分はいかなかったってことで。マジだ。1分台で仕上がりましたね。はい。はい。ということで、ちょっとアップにしてみると、こんな感じで。で本当にこう、しっとりしているのに、こう、なんかベタつかないで、本当に綺麗な、ツヤ肌に仕上がっているんじゃないかなと思います。で、私メイクするとき、いつもこの鼻のね、周りの赤みっていうのをすごい気にしてるんですけれども、まあこのクッションファンデをね、こうポンポンやるだけで、目立たなくなったような感じがしますね。でも本当になんか適当に、ポンポンポンって叩いただけなのに、なんか本当ムラがないですよね。うん。綺麗ツヤ肌、綺麗いいじゃん。まあ、これぞですね、メイベリの宣伝でも歌っているんですけれども、まあ、うるつやヌード肌に、とても仕上がったんではございませんでしょうか。これからですね、まあ、春夏で、まあ、気温も上がってきますからですね、まあ、そんな時はやっぱり、こう、みずみずしい肌と、だけど、こう、ヌード感のあるような、素肌感のあるような、こう、ベースメイクっていうのが、いいんじゃないかなと思いますね。はい。本当に使ってみて思ったんですけれども、本当にこう、ポンポンポンとするだけね、こんなに綺麗な、こう、ベースメイクに、仕上がるので、本当に誰でもね、簡単に、手軽に時短ができるね、ベースメイクが完了するっていうのは本当ぴったりだと思いました。だから、やっぱりね、朝、やっぱり忙しいじゃないですか、皆さん。はい、忙しい方だったりとか、あとやっぱりこう、寝坊しちゃった時とかに、こう、ポン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 って叩いていけば、まあ、とりあえずベースメイクだけは完了していけるかなっていう感じなので、すごく、便利なアイテムなんじゃないかなと思います。もう個人的に私、はい、このメイベリーのクッションファンですごいびっくりしたし、はい、気に入ってしまいました。ということで、はい、私も今回使ってみて本当に良かったです。これから、まあ本当に春夏にですね、ちょっとお出かけするときとか、クッションファンで、利用してみたいと思います。皆さんも気になる方、ぜひこのメイベリンの、クッションファンで、ぜひ店頭で試してね、使ってみてください。また次の動画で会いましょう。またね。バイバイ。